七人。ええ、そうでしたよ。七人。私が切符売ったんですから間違いありません。あの朝の一番列車にはあの七人の他には客がありませんでしたな。ええ、ハサミを入れたのも私です。駅員はもう一人二人おるにはおるんですが、この朝の一番だけは私の役目でして。ええ、皆さんそのまま乗り込まれましたな。いえ、一旦乗ってから降りた人なんて一人も。それは確かです。私は発車までずっとここで見とったんですから。七人、あの、それはもう絶対に七人でしたよ、お客さんは。それに俺、発車までホームぶらついてたから、お客さんがずっと車内にいたってことも、これは絶対です。発車は定刻の6時15分。6時のラジオの時報で確かめたばっかりですから、5秒、いや、3秒と狂っちゃいなかったはずですよ。え、途中で何か変わったこと？いや、全然。それはもし止まったりしたら、いやでも気がつきますよ、絶対。へえ、鉄橋とカーブのとこ以外はいつものスピードで走ってました。そうだな、時速は平均40キロってとこかな。でもね、40キロったってあんた、まあちょいと飛び降りてごらんよ。捻挫骨折で済みゃ運のいい方だぜ。この朝列車は定刻通りに着きましたが、うちの駅から乗るお客さんは一人もおらんかったし、着いた列車も空っぽでしたね。今朝はからかい？いや、乗ってますよ。どこにだい？乗ってはおらんよ、一人も。乗ってますよ、七人も、ほら。あれ？ええ、確かに人のいた跡はありましたよ。でも肝心のお客さんの姿は一人も見当たらないじゃありませんか。何かの思い違いじゃないのか。え、お客様何か急用で発車前に降りたんじゃ。え、そんな絶対です。絶対に降りてません。すると何か7人のお客さんが団体で消えちまったってことに。というと神隠し。さすがの俺もバテたよな。何しろ半年もの間不眠不休だもんな。今日は何が何でも休暇取るんだ俺は。いいだろ。はたまには休んでもいいだろ。そう言ったんだがね。ああ、まあ腹割ったとこ2、3日休みたいと。2、3日なんてケチなこと言うなよ。1週間、いや10日ぐらいまとめてどうだ。いや、そんな10日も遠慮するなって。この際ガッポと休んだ方がいいぞ。ガッポとな。え、そうすか。
じゃあ、遠慮なく。そうだ、温泉がいいな。は？ひなびた温泉にどっぷり浸かって骨休み。そうだ、いい温泉知ってんだ。紹介しよう。え？山の中で静かだし、人間も素朴だし。そう、今はキノコ狩りのシーズンだ。行ってらっしゃい。岩井台の温泉？そうだよ。これだけ世間が騒いでるんだ。どうかね。どうかなって、まさかまさか私にこの事件の。バカ言っちゃいかん。警視庁の管轄でもないのにまさか捜査できるわけないだろ。だが個人の資格でなら話は別だ。は？実はな、宇野君、その村の駐在はわしの幼なじみでな。そいつからわしのところへ SOS が来た。そこでだな。いや、ですが。いいやつなんだ、少々単細胞だが。ガキの時分には一緒に近所の柿盗みに行った中でな。どうかね、一つわしのガキ友達のために一肌脱いでくれんか。ん？冗談じゃないよ、デカ長。一体俺何だと思ってんの。ガキ友達だかガキ友達だか知らないが、なんで俺がそんな田舎の駐在のために働かなきゃなんないの。俺はごめんだな。俺は10日、いや3日、いや一日でもいい、のんびりしたい、それだけなの。いいですか、絶対にそんな話はお断りですよ。ごめんですよ。ごめん、こうぶります。言ってくれんな。は、はい。Thank you.
ちゃん湯煙荘まで行くんだろ。案内してやるよ。あら、ありがとう。親切ね。遠いの？近いよ。すぐそこさ。いやー、かなりありますですよ、湯煙荘までは。あ、そうですか。どうも。失礼ですが。あ、もしかして東京からお目になった刑事さんじゃ。まあ。やっぱり。お待ちしておりました。ご苦労様で。どうも。しかし、どうして俺がここへ来ること。駐在の武藤さんから伺っとったです。やっぱり神隠しの一件でお見えに。いや、俺はその武藤さんのガキ友達の、いや、幼なじみの方の紹介で西洋刀に。その、ああ、待てや。いや、ご苦労様でございます。ではご案内いたしましょうか。あなたが。はい、どうせ最終列車までは暇ですから。いやいや、結構です。散歩がてらブラブラ行ってみますから。どっちでしょうか。そっちをまっすぐ行ってどん詰まりですけど、なんなら本当に、いや本当に結構です。どうも。いいお日和で